ヤング歌謡大賞、新人グランプリは、かつてテレビ朝日系列で全国放送されていた朝日放送主催、制作の音楽特番。QR、新宿音楽祭、LF、銀座音楽祭、RF、横浜音楽祭同様、新人歌手に特化した音楽祭で、1982年までの ABC 歌謡新人グランプリが1983年に、 ゴールデンに進出したもの。番組はテレビだけでなくラジオでも同時放送されていた。会場は梅田駒劇場やフェスティバルホール大阪厚生年金会館だったが、1987年から大阪城ホールで開催されていた。審査委員長は大阪出身の作曲家、服部良一であった。その他、作曲家、音楽評論家、テレビ、 雑誌のコメンテーターなどが審査員に起用した。1988年以降のこの特番の名称は火曜ゴールデン大賞新人グランプリに変更となった。同じテレビ朝日系列で放送されていた全日本火曜音楽祭が1990年に終了した後も引き続き放送されていたが平成に入ってからの音楽祭に対する考えの変化で音楽祭に左右されない。 音楽活動を希望するアーティストが増えたため、それに伴いノミネートを辞退するアーティストも増えたことから、大賞自体もその煽りを受け、1993年の開催をもって幕を閉じた。ありがとうございます。